自宅イーリブリッドはアメリカ合衆国の ABC デスパレートな妻たちに登場する架空の人物である。演じるのはニコレット・シェリダン。日本語版吹き替えは足立忍。国会に通っているためカトリック教徒と思われるが、新人は大してないらしい。職業は不動産業者。ウィステリア通りは彼女のテリトリーで他の業者が入ろうものならすごい剣幕で追い出そうとする。 スーザンとはことごとく同じ男を好きになるため、決して仲が良いとは言えない。男には人気があるが、女友達ができないことにコンプレックスを抱いている。二度の離婚歴があり、最初の夫との間に一人息子がいるが、父親に引き取らせている。近所に引っ越してきた廃棺校のマイクのことを好きになるが、スーザンも同様に彼に好意を寄せていることにすぐ気づき、 スーザンにはできないお色気路線でアプローチする。が、結局マイクはスーザンを選び、イーリはスーザンの恋に助け舟まで出す。自宅がスーザンのせいで全焼し、唯一の友人マーサが居候を申し出てくれる。しかしマーサは失踪、近隣住民による捜索活動を組織して、懸命に彼女を探すが、捜査の海く遺体で発見され、 イーディは悲しみに暮れる。葬儀の代わりに、マーサの散骨をしようと訪れた湖で、唯一人ついてきたスーザンから、あなたの家を燃やしたのと告白されて激怒し、思わず、マーサの怒界を、スーザンの顔面にぶちまける。しかしスーザンたちが毎週火曜日に開いている、ポーカーパーティーに誘ってもらうことを条件に、表面的には解決する。スーザンが、一旦マイクと別れた時も、 励ましにバーに連れて行ったりするが、結局男性をめぐる揉め事が原因で関係は元に戻る。やがて、スーザンの前夫カールと恋人関係になり、彼の娘であるジュリーに取り入ろうとする。自宅でカールと同棲を始めると、スーザンにカールとの関係を知られてしまい、怒ったスーザンを挑発したことで、スーザンに車で惹かれて骨折する。教会でのジュリーの歌の発表で、どちらが、 伴走薬を務めるかで揉めるなど、その後も会うたびに喧嘩になる。やがてスーザンが手術のための保険がないとカールに相談に来ると、イーディは偽装結婚による保険適用を提案し、相手を用意。しかしスーザンが結婚したのはカールで、イーディはそれを二人に隠される。何も知らないイーディは、偽装結婚の秘密を守ろうとしたカールのプロポーズを受けて、上機嫌で、 サプライズの結婚式を用意。しかし、スーザンの元恋人論に偽装結婚の真実を聞かされ、激怒。お詫びに、カールには結婚式を豪華にするよう約束させ、スーザンには結婚式を手伝うよう命じる。しかしカールはスーザンへの気持ちから、スーザンと関係した上勝手に離別。スーザンが原因と知らず、落ち込むイーディはスーザンに励まされ、彼女に感謝する。 しかし、スーザンの送る気のなかった残悔と告白の手紙が手違いで届き、奮撃したイーディは、スーザンの家を燃やしてしまう。イーディの仕業と知ったスーザンは証拠を入手しようと、盗聴器で発言を取るが、これに気づいたイーディは盗聴器を奪おうとして、揉み合いになり、蜂の巣に当たって、蜂の集中攻撃を浴び入院。見舞いに来たスーザンに怒りをあらわにし、退院したら、 破滅させてやると宣告する。偶然訪れた病院でマイクの意識回復に居合わせ、彼が過去2年間の記憶を失っていると知ると、不在のスーザンを悪者に仕立て上げて自分を選ばせようと画索する。記憶のないマイクは戻ってきたスーザンを警戒し、イーいりとの交際を始める。ところがマイクにモニーク殺害容疑がかかり、退院後ついに逮捕されると、 恐ろしくなったイーディはマイクに別れを告げる。最初の夫チャールズが国境なき医師団に参加するため、息子のトラバースを1ヶ月預かる。トラバースはカルロスに懐くようになる。これまでの生活に孤独を感じ始めたイーディは、手近なカルロスを息子を使って誘惑するが、カルロスに拒まれる。イーディは、もう一度真剣に迫り、カルロスとの交際が始まる。最初は、激ク,クした関係も、 順調になり、トラバースと三人で楽しく過ごしていたが、やがてチャールズが息子を引き取りに来る。カルロスの落ち込みを見て、カルロスとの関係が、父親役をさせることで成り立っていると気づき、全部に、息子の共同親権を要求。しかし、カルロスの説得で諦める。一方、カルロスとの交際を知った、ガブリエルの怒りを買い、喧嘩になる。カルロスに同居を迫るが、 愛していないなかららと断られる一人になるのを恐れ、恋人の父親になりたい願望を利用して、子作りを提案、カルロスを同居させることに成功する。しかし、子供を産む気のないイーリは、隠れて否認ピルを飲み続ける。ガブリエルの結婚式当日、この裏切りを知ったカルロスは激怒して、離別を宣言。一人になったイーリは、自宅の寝室で、首吊りの準備を整えると、 足元を支える椅子を蹴ってしまう。物語はイーディが足元を支える椅子を蹴るところから始まる。しかし、本当は彼女は首をつってなどおらず、天井の梁に捕まっているだけだった。これはイーディの作戦で、外にいるカルロスにシルエットで首をつっているように見せて心配させるためのものだった。カルロスが駆け寄ったのを見計らってほんの一瞬だけ、実際に首をつり、 カルロスの興味を買おうとする。しかし、タイミングがずれて、カルロスの発見が遅れて、予想よりも長く首を吊ることになってしまい、その後遺症が残ってしまう。一人では生活できないため、結果的に別れる気満々だったカルロスを引き止めることに成功する。一方カルロスはイーディに、隠し口座のありかを警察にバラすと脅され、ガブリエルに、 こんな二重生活状態は嫌だとせっつかれて板挟みに陥る。そんなある時イーリはカルロスに自分以外の女の気配を感じ取る。怒ったイーリは税務局にカルロスの隠し口座をリークするもカルロスに先手を打たれ証拠が見つからずに歯がゆい思いをする。そこで探偵に依頼してカルロスが密会しているところを写真に撮ってもらうと そこには、カルロスと熱いキスを交わすガブリエルの姿が。とうとう証拠をつかんだイーディはカルロスへの復讐として、この写真と共とに、妻の浮気を、夫、ビクターに密告する、もうこんな男なんて、どうなっても構わない、のセリフと共とに、ビクターへの密告後、ウィステリア通りに、強烈な竜巻が発生する。外にいたイーディは我が家に避難しようとする。すると、その途中で、 ガブリエルの家を通りかかり、カルロスに頼まれたという男が書類を届けに来た。これこそが、カルロスの隠し口座のお金を下ろすための書類であり、ガブリエルとカルロスの生命線でもあったのだ。男はイーディをガブリエルと勘違いし、イーディにその書類を、この書類はコピーはなくて、原本一つしかないから絶対なくさないようにと言って、渡す。それを握ったイーディが家に帰ろうとすると、窓から、 ことの天末をすべて見ていたガブリエルが家から飛び出してもみ合いになる。その結果、竜巻で書類がすべて吹き飛ばされてしまう。走行ううしているうちに竜巻の勢いは時ごとに増していき、もはやこのまま外にいたら命すらも危うい状況になる。二人は争いを一時休戦し、一時的に ED の家の床下に避難しみを守る。そのまま様々なものが中に飛んでくる。 そのような危機的状況の中で狭い空間で過ごしたのもあり、二人は若いガブリエルにカルロスを譲ることで争いに決着がついた。そして竜巻がやみ、街の混乱も収まってきたある日、イーディは泥酔したオーソンが家の前でブリーに締め出されているのを目撃する。何か深い事情があると察したイーディはとりあえず自分の家にオーソンを止める。すると、 翌朝、ブリーが来て、離婚寸前とはいえ、オーソンとそういうことになるのだけはやめてほしいと、懇願される。ブリーは、今までイーリが、マイク、カルロスなどといった、友達のおふるとそういうことになっていたのを危惧し、あなたと友達でいたいからと懇願しに来たのだ。それに対してイーリは、オーソンは全然好みでも何でもないから心配無用と、約束する。しかしその夜、 離婚寸前に至るまでの経緯を聞くうちに、オーソンとキスを交わしてしまう。外で、ブリーが一部始終を見ていたとも知らずに、翌朝、突然ブリーに、約束が違うじゃない。と、ピンタされ、あのキスには愛情なんてない。と反論する。しかしブリーには、愛情のないキスという概念が理解できず、イーディへ憎しみを募らせる。ついには、イーディの不動産仲介業を妨害するという、 荒ざにまで出始める。抗議すると、あなたの素晴らしい人間性を、これからも、お客さんに伝えないとと思ってと、実質的な宣戦布告をされる。困惑したイーディは、オーソンが宿泊するホテルへ向かう。彼に、ブリーの暴走を止めてもらう様言うためだ。すると、オーソンはシャワーを浴びており、その辺で待っててと言われて、ソファーに座っていると、そこには一冊のノートが、 そこには新しく、ホジケに生まれた赤ん坊ベンジャミンに関する秘密が、記してあった。オーソンが、離婚協議の際の真剣問題で弁論するために、彼がノートにまとめていたのだ。意き揚々とホテルを出て、イーリは、ブリーの家に向かい、ベルを鳴らす。挑発的な態度を取るブリーに対して、赤ん坊の秘密を知っていると囁き、早く言ってくれればよかったのに、だって私、あの子の大ーだし、 あなたと親戚なんだしという、絶対に人に知られたくない秘密を知られ、途端に顔色が真っ青になるブリー。震えながらブリーはイーディに、このことだけは誰にも言わないでと懇願する。誰にも言わない代わりにイーディは一つ条件を提示する。それは私と友達で居続けること。しかしそれは友達がしてほしい時には、料理をしたり、掃除をしたり、必要とあらば、 カップケーキを作ってくれたりと、友達という名を借りたただの奴隷だった。この無茶苦茶な条件に愕然とするブリーに早速明日の、パーティでのカップケーキ30人分を命じて、イーディはその場を立ち去る。業務を妨害された復讐を見事に果たしたこと、ブリーの秘密を握れたこと、完璧主義のブリーをカンプなきまでに叩きのめせたことに、思わず、笑みがこぼれるイーディしかし、 そんなイーディを待っていたのは地獄だった。もはや潮時と判断したブリーがすべての秘密をリネット・スーザン・ガブリエルに打ち明けたのだ。イーディに脅されていることも一緒に。秘密を聞きあぜんとする三人だったが、直に娘をそこまでして守り通したブリーの親心に感動を覚える。同時に、それをネタに彼女を脅すイーディに三人が激怒し、四人で乗り込んできたのだ。 腹黒さにも、限界ってものがある。もうお茶会にもポーカーにも呼ばないし、あなたの存在はいないものとする。あなたの、その腹黒さを近所住民にぶちまけてやる。もうここまで。完全なる断絶宣言。去っていく4人に慌ててイーディは許しおこうが、何か聞こえたと、無視されてしまう。完全に自分の居場所を失ったイーディは、息子、トラバースと電話しながらウィステリア通りを去っていく。 シーズン4から5年後、ウィステリア通りに、突如イーディが新しい夫、デーブ・ウィリアムスを連れて帰ってきた。歓迎パーティーを経て、スーザンたちとも和解、前と変わらぬ生活を取り戻す。しかしマクラスキーからは、あの男は、蘇生が知れないと言われ、考えてみると、夫の前歴をほとんど知らないことに気づく。改めて尋ねてもはぐらかされ、 兄を小さい頃に病気で失っているということしか得られない。しかし、イーディは裕福な上に自分のことを愛してくれる夫についていくことを決意する。必要にマイクと関係性を持ちたがる夫に首をかしげることも多いが、愛ゆえにたびたび出るデーブの怪しい行動も黙認してきた。しかしある日、デーブが誰もいないリビングで誰かに親しげに話しかけているのを目撃する。 さすがに耐えられなくなったイーディはそのことについて尋ねると、初めてデイブが過去を語った。デイブは、イーディの前に結婚歴があり、娘もいた。しかしある日、交通事故で妻子を失っていた。さらにそれ以来、妻子の幻覚がたびたび見えていたのだ。突如語られた夫の重い告白に戸惑い、友人たちに相談するイーディ。相談した結果、デイブの過去を受け入れた上で、 結婚生活の継続を決意、マイクの家に宿泊していたデーブを呼び戻す。またいつも通りの生活。しかし、夫に過去に起きた悲劇を調べようと、デーブ・ウィリアムズについて、更新書へ調査を依頼する。しかし、イーディの性格から強引に調査をねじ込み、更新書側から嫌がられ、調査もおざなりになってしまい、本来ならすぐに、イーディに送られるべきデータが放置されてしまう。時を、 同じくして、デイブがマイクとキャサリンを連れて山へ、泊まりがけのピクニックに行くことを提案した。デイブたちを見送って、しばらくした頃、イーディの元に一通の書類がファックスされていた。それは、更新書からのもので、デイブについての過去の新聞記事だった。そこにはマイクが映っており、交通事故被疑者、無罪確定の見出しが。実は、 マイクとスーザンが破局するきっかけになった5年前の交通事故、それの被害者がデーブの妻と娘だったのだ。イーディの元に記事が届いた頃、デーブはキャサリンを猟銃で狙っていた。マイクにとって、かけがえのない存在であるキャサリンを射殺し、密猟者の誤射に見せかけ、マイクに自分が味わった喪失感を味わわわせるためだ。計画通りにことが運び、狙いを定め、 引き金を引こうとしたその時、イーディから一通のメールが届く。焦ったデーブは的を外し、復讐は失敗に終わる。携帯を見るとすべてを知った。早く帰れ。の文字が。家に帰ると泥酔したイーディがそこにはいた。自分を利用してウィステリア通りに入り込み、自分をマイクへの復讐の道具にした夫をなじるイーディ。最後に、警察に行く。と家を出るイーディを。 デーブは止めようとするが、それを拒まれてしまう。拒まれたことから突如怒りが湧き、とっさにイーディの首を絞めてしまう。冷静になった時、怯えた表情でイーディは家を飛び出しており、車で警察に向かっていた。しかしその時、道に飛び出してきた人影を避けようとして電柱に激しく激突してしまう。フラフラになりながら、車の外に出るイーディ。 そんな彼女の手にあるものが触れる。それは倒れた電信柱から垂れ下がっていた電線だった。運悪く足元の水たまりが電動体となって彼女は感電してしまう。懸命の蘇生措置も実らず、イーディはこの世を去った。薄れゆく意識の中、最後に彼女が見たのは一番最後には見たくない顔と言っていたスーザンだった。数日後、イーディの遺りを持って 車で出かける、スーザン・リネット・ブリー・ガブリエル・マクラスキーの姿があった。行き先は息子、トラバースの通う大学の寮。面識のない僕が行くより、仲の良かった皆さんに行ってもらった方がいいという、デーブの頼みで5人が代表して、母親の死を伝えに行き、遺体を引き渡しに行くことになったのだ。道中運転を変わりながらも、イーディの思い出話で盛り上がる5人。 イーディとはぶつかり合いながらも、各のうのがイーディに関する思い出が溢れてきた。スーザンはマイクとの交際で悩んでいた時にイーディに相談に乗ってもらい、そのままゴールインした。リネットは夫を自由にすることをイーディに教わった。ガブリエルは引っ越してきた当初、その尊大な態度で友達がいなかったのをイーディに出席、指摘してもらって今の友人たちを得た。ブリーは、 刑務所に収監されていた夫に会いに行くのをためらっていたが、そこで刑務官から近所に住んでいた家デが会っていたことを知らされ、会いに行くと妻として励まさない彼女を叱責してもらい、夫に会いに行く決意を固めていた。大学に到着した一行は早速トラバースと会うことに。しかし、母親の死を知らされてもあまり感情をあらわにしない。それはトラバース曰く母は、 自分が小さい頃すぐに出て行ったし、その後ほとんど接した覚えもない。むしろ母も自分を疎ましく思っていたはず。そんな人の死を知らされたところであまり現実的になれないという。さらに、異界は皆さんで好きにしてほしいと言い放つ。返す言葉が見つからない5人に授業があるからとその場を後にしようとする。そんなトラバースをマクラスキーが一人止める。 あんたは何もわかっちゃいない。と出席、そこで、マクラスキーにしか見せていなかった、イーディの母親の面を語る。そこではイーディは、一度たりとも息子のことを忘れたことは、ない。できるなら、抱きしめてやりたいと本来の強気な性格とは、裏腹な言葉をマクラスキーにとろしていた。そこにマクラスキーは、あんたがイーディを、お母さんをどう思おうとかってだ。でもね、彼女は確かにあんたを愛してた。 そのことは忘れないでほしいと、トラバースに念を押す。母の思いを知った上で、トラバースは、やはり、皆さんに、異界は託したいという。そして、たびたび訪れてもっと母親について聞かせることを願う、トラバースと約束し、5人は異界を持って、ウィステリア通りに帰る。その後をどうするか協議した結果、5人がおのので、ウィステリア通りに異界を巻くことになった。 一握りの異界を手に五人は別れるが、マクラスキーは最後まで巻くことを躊躇、容器に入れようとする。そんな彼女を叱責するかのように、まるで示し合わせたかのように、五人の家の扉が強風でそれぞれ開いた。あんたがそれが良いんだね。と決意を固めたマクラスキーをはじめに、全員がその風に乗せて、異界を巻いた。文字通り、風となって、イーリは、 人生の大半を過ごした場所を駆け巡ったのだった。なおこの回のみは、メアリー・アリスではなく、彼女がナレーションを担当した。ちなみにこの作品でナレーションを担当したことのある人物は、メアリー・アリス以外では、レックス・バン・デ・カンプに続いて二人目である。ありがとうございます。